皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に英傑対戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回使うのは、中殺の号令、祝、中殺情報。岡田まで情報されてびっくりですよ。お相手はバラですね。軸はサイカマゴイチでしょうか。サイガじゃなくてサイカだぞ。ちゃんと予習してきたので大丈夫です。土佐から天下。金の音は飛翔する。ちなみに修正内容はこんな感じ。中殺は範囲か、時間の方が良かったな。まあもらえただけでもよしですよ。対戦、よろしくお願いします。そういえば、英傑対戦では修正内容を具体的な数値で教えてくれるようになりましたね。三国志では不得されてたからな。まああれはあれで味があったけど、手探りで検証するのも楽しかったんですが、教えてもらえるのもありがたいですね。修正といえばもう一つ、お相手のサイカマゴイチの情報修正されたカードですよ。乱れやたがらすか。これ普通に強かったけどな。使われる側はどうしても強く感じちゃいますからね。というかマゴイチに関しては兵種まで強化されて大フィーバーですよ。俺はまだ早速たとえば捕殺されてしまったか。これも情報の影響。いや威力は据え置きですよ。上がったのはチャージ速度。これを機に鉄砲にも手を出してみたらどうだ。先日坂本龍馬をつけたので、そのうち使ってみようと思います。バージョンアップに関してはまた後ほど万年に送ります。開幕はとりあえず英傑コウが取れればいいという感じかな。そうなんですが、それならここで岡田を戻しちゃダメですよ。兵力的には余裕があるので、もう少し中盤で粘ってもよかったですね。余裕がないのはお前の方なんじゃないか。この前は覇気もしっかり見れてただろ。最近勝率が悪くて、この時点で6連敗中なんですよね。英傑に入ってから調子が良かったからな。伸びた鼻を折られたか。負けが込むと勝たなきゃ勝たなきゃ絶望が巡ります。リアルだな。連敗ってのはそういうもんだが、何か復調のきっかけがあればいいけどな。この試合がそうなることを祈ります。お相手はかなり綺麗な隊列で進軍してきたものの、向上はなし。覇気だけために来た感じかな。報徳の兵力が少ないのが気になったのかもしれませんが、こちらは全員元気いっぱい。斬撃ゲージを溜めつつ前進。よっところで中殺の号令を打ちましょう。広くなったな。中殺ライトくらいあるんじゃないか。打ちやすくなっていいですね。それでは行きましょう。これが天の意志だ。覚悟を決めろ。ひとまず溜まっている攻撃ゲージを消化してから工場に入りたいですね。孫一、不満が知らせてもらうと。思ったより不安や。肉体ですってこれか。岡田の攻撃が当たってないのかな。お相手は報徳が動きましたね。俺の速さついてこられるか。報徳の領収の入試は超絶強化。効果はシンプルな新速合気です。やんばいないと超絶牙が本当に嫌い。岡田の斬撃で申し訳程度の抵抗を試みましたが全然無理ですね。そしてここで気づいたのですが、左下で小銃が向上してるんですよ。完全に無視しちゃってるな。良くないと思うよこれは。私の悪い手ですね。重めの端攻めでも無視しがちです。こういうのを処理するために牙であるムツを採用しているはずなんですけどね。バラ特有の戦場を広く使った動きに弱いよな。これも号令使いの差だ。どうやら当時の私は岡田を戻して対応するようですね。橋攻めの対処としては疑問符ですが、彼を生存させたのは悪くない判断です。それでも岡田なら何とかしてくれる。竹地と草添が復帰するまでの間は彼に場を繋いでもらいましょう。そしてここでようやく小地銃の工場が停止。一応ゲージ差ではこちらが勝ってますね。案外悪くない流れなんじゃないか。引き差もないし優派ゲージも溜まったぞ。どうかな。ゲージでは勝っているのになぜか主導権を握れている気がしません。むしろ相手のペースに乗せられているような。弱気になるな。ユーハさんの肩を使ってからがこのデッキの本領だろ。スーパー中殺で切って切りまくるぞ。ですね。次の中殺は宝具も使って落城を目指します。ユーハ1の肩も使いたいけどちょっと厳しいかな。このデッキ技巧も紅葉もいないからリソースがカツカツなんだよな。そこを気合で補えるかどうかですね。余談ですが、今回のバージョンアップで特に気合は下方修正されました。気合でなんとかしちゃう人が多すぎたからな。致し方なし。それでも気合が超特技であることに変わりはないので、引き続き強みを生かしていきたいですね。そしてもう一つ、お互いに打ち合っているユーハ兵種にも修正が入りました。こっちは情報修正だよな。3の肩の補正値が上がったんだ。3の肩中殺の火力が上がったのは素晴らしいんですが、それより怖いのはお相手の乱れやタガラスです。確か射撃的に部隊が増えるんだよな。何部隊まで行けるんだ。8部隊まで行けますよ。しかも射程距離も上がるのでもはや逃れることはできません。狙撃で弾かれたら永遠に近づけないぞ。怖いな怖いな。銃撃嫌だな。もはやこの世のものじゃない。というか、全然使ってこないけどどういうこと。さあ、ひとまず戦機で武力と兵力を補充します。戦機、シュムリ堂は非効果で兵力上昇。次第、江戸幕末の部隊が一定以上で副効果発動。武力も上がります。同時に上がるのはありがたいが士気も欲しいからな。このデッキ悩みどころですね。そしてお相手は漁師。私を信じてください。漁師の交流の祈りはシンプルな投げ強化。武力が上がります。何のスーパー中殺で切り刻んでやるぜ。これが天の意志だ。
覚悟を決めろ。ここはヤタガラスを重ねられるのが怖いので斬撃で一気に蹴。ああ、そういうことですか。祈りすぎだろ。私を信じてください。なるほど、お相手は兵士アクションより数値を選んだか。孫一の武力は22、もはや乱戦ではどうにもなりませんが、斬撃ならこの通り。これがスーパー瞬殺の威力が重い。何ですかこれ。黒い凍土指導効果はやはり兵力回復。条件を満たした時の副効果は最強部隊の武力上昇です。あれ、孫一の武力がこれ以上上がったらまずいんよ。よくだーら乱戦したくないけど、乱戦を突破銃撃がやばい。岡田、岡田が撃たれてる。岡田いや、わしの運命なんだ。よくも岡田を。リュウさん、これでも食らえや。あんたらの考えなんぞお見通しなんです。うわ、全然減ってねえ。うおうお、孫一どうしよう。岡田の仇だ。全中あー、全然足りねえ。おい、ご自重が縄文に入ったぞ。あー、もうどうしよう。無視するか、それとも殴り続けるか。止めた方がいいだろ。この後コーンも入るし、今ならまだ間に合うな。これ報告が取れるぞ。やったー、焦る場合かー。俗称に呼んだ。何の話でしたっけ。ご自重の工場がヤバいって。ここで私を始末したかったんでしょうけど、そうはいきません。こうなったら首を折るしかないですね。ご主人様、今日も体調大きくし、お召し物が汚れますよ。工場なんて野蛮な真似はやめて帰りましょう。あ、ダメだ、帰る気ねえや。流破ゲージも溜まりましたが、当然気づいてませんね。ここで流破石の型を使った上で射撃の斬撃を出しつつ、孫一を撃破できれば、多少は望みがあったかもしれません。まあ落とせたかどうかはわからんけどな。そしてここで最後の希望、ムツさんが撤退。冗談じゃないぜ、まったく。岡田も間に合いませんね。負けました。対戦、ありがとうございました。刀が泣いていますよ。言われちゃいましたね。こういうこともあるさ。切り替えていこうぜ。ご視聴ありがとうございました。